はい、どうもゆうたです。今ちょっと、まあ、いきなりちょっと動画を回してるんですけど、昨日の夜に自宅に、まあ、駐車場に、自宅から駐車場ちょっと離れてるんですけど、まあ、24時ぐらいに帰ってきたんですけど、ドアのところにチラシみたいのが入ってて、ちょっとね、画像を見てもらえば分かると思うんですけど、すごく怪しいんですよこれ。で、車高価買い取ります。周り見ても他にもね、やられそうな車、走る系の車他にも止まってるんですけど、僕のだけやられてて、で、まあ、なんだろう、なんだっけ、サンバイザーなんだっけ、あれやってるから、なんか車、まあ、ずっと乗ってないんだろうなって思われてるのかもしれないけど、ちょっとさすがに怖いんで、はい、結構、まあ、セキュリティもちょっと、この動画を犯人が見てたら嫌なんで、ちょっとどんなセキュリティをつけてるとか、どんな風にしてるとか、ちょっとあんま言いたくないんであれなんですけど、まあ一応対策はね、いろいろやってるんで、で、ちょっとこの公安委員会許可っていう番号も調べたところないんですよね。で、この会社名も調べてもないし、住所も載ってないし、会社ので、 G メールだし、ちょっと後でこのフリーダイヤルにかけてみますか。ちょっと非通知でね、もちろん。いやー、ちょっとさすがに怖いね。俺もね、さすがに、ま、車もう一台買える、 VAB をもう一台買える分ぐらいはカスタムで使ってるんで、ねえ、高級車ですよね、もう。さすがに、やっぱね、汗水垂らして、自分で必死に稼いだ金で、やっぱこうやってカスタムしてる車をパクるようなやつがいるっていうのは本当に許せないんで、ちょっとね、駐車場ももう変えようかなとかっていうのも思ってるんで、まあとりあえず、まあ、今仕事から帰ってきて車無事なんで、ちょっとどんな対策をするかはちょっと言えないんですけど、バッチリちょっとやることがあるんで、ちょっとそれをやってとりあえずしのごうかなっていう感じです。もうね、ガレージ本当はね、ちょっともうあれだね、ちょっとガレージを建てるか借りるか、もう家を買っちゃおうかっていう、実はそういう企みもあったんですけど、ちょっといろいろ諸事情もあって難しくて、そう、どうしようかなっていう。ここまでやった車を失ったらちょっとね車を全てで生きてるんで今ちょっと辛すぎちゃうんで、どうしようかなっていう感じです。はい、まあ守るべきものは守りますよ、必ず。はい。っていう感じでね、とりあえずの報告動画です。本当皆さんも気をつけてくださいね。はい。本当に。VAB も多分なんか今中古高いのかな？わかんないけど。もう買えない車なんで、ちょっとね、自分のものは自分で守りましょう。はい。っていう感じです。はい。あ、184つけない。184。じゃあちょっと、せっかくなんで、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。184。いやよだよね、非通知は。0120。930。フリーダイヤルでおつなぎしますのでお待ちください。
もしもし。あ、もしもし。あ、野球かもですけど、見てやつです。はい。なんかこの張り紙がちょっと車に貼ってあったんですけど。はい。はい。これ、はい、どういう感じなんですかね。はい。この、車は、何車ですか。まあ、車は、ちょっと言えないんですけど、この、横浜モータスってこれ、ちゃんと、会社あるんですかね。はい。あります。この、神奈川県公安委員会許可っていう番号もちょっと存在しないみたいなんですけど、怪しいもんじゃないですよね、これ。大丈夫ですか？もしもし？もしもし？はい。これなんか盗難とかしようとしてるわけじゃないですよね。あれは、なんかちょっと怪しくないですか？名前は、アクシユカマモトス。ん？ユカマモトス。横浜モータスって書いてあるんですけど。はい。これどこにあるんですかね、会社。それは、ヤマトの。ヤマトにあるんですか。はい。ヤマトのどこら辺ですか。住所とか言えます。あ、住所は、怪しいですよ。ようだ、ようだ、はい、ヨーダの、置き場。ヨーダに置き場があるんですか。はい。ヨーダって何市でしたっけ。はい、ヨーダと、一番小地沢とヨーダとの、置き場があります。そうっすか。ちょっとなんか勝手にこの紙があったんで、はいはい、ちょっとなんか怪しいなと思って、はいはい、ちょっとねやめてもらいたいなと思って勝手に、はいはい、それは車は処理はダメですか。うん、そうですね。本当。はいはい、すいません。はいはい、はい、どうも、はい。はい、場所、はい、わかりました。はい。すいません、はい。はい、という感じで、今ちょっと電話してみたんですけど、完全に怪しいんですよね。もうなんか口ごもっちゃってるし、なんかちゃんと住所とかも言えてないし、でもなんか置き場、ヤードっぽいのはヤマトだかヨーダだかって言ってたんで、パクられたらすぐそこ行こうかなっていう感じっすよね。まあヨーダ、ヤマトって言っても広いからちょっとあれだけど、っていう感じでね、ちょっとね、なんかね、俺もなんか緊張じゃないけど、なんかなんてこう攻めていけばいいかわかんなくて、なんか全然、ちょっと攻めきれなかったんですけど、もうちょっと冷たかったんですけど、まあちょっともう途中から面白くって笑っちゃって、まあっていう感じです。ちょっとまあ笑い事じゃないんですけど、ちょっと本当にね、盗難ね、良くないよ、やめようぜっていうね感じなんで、本当にちょっと皆さんも明日は我が身ということで、気をつけてください。こういうのもありますんで。はい。ってな感じで、以上です。はい。